アートテラートニーのそろそろ美術の話を。この番組は私アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。本日は日本画家の蔡正樹さんをゲストにトークをしていきたいと思います。ということで、明けましておめでとうございますと。おめでとうございます、はい、収録はまだ年明けてないですが、これ配信は新年一発目の、うんうん、ということでスペシャルゲストとしてお越しいただいておりますので、あれもう始まってんだよね。はい、始まってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、改めてじゃあ簡単に自己紹介を。そうですね、日本画家の蔡正樹です。はい、まあ自己紹介って言ってもなかなか絵がないとね、うん、紹介できないけど、一応年数的には、はい、昭和41年生まれ、はい、1966年で、うん、一応ね、太郎して東京芸大入って日本画家をやってますっていうのが単純に言うとね、うん、ありますけども、ちょうどあれですもんね、うん、去年も蔡正樹の世界展が、うん、そうそう、富山県の砺波市美術館でも個展をされてたり、うん、とね、福島県でもやりましたし、はい、うん、はい、そういった意味では、はい、美術館とかが今年は多かったかな。うん、あ、去年か、はい。去年は多かったかなって感じで。いや、うん、もう本当に大御所中の大御所なんですが。何を言ってらっしゃる。なんと、この番組初というか始まって以来、逆オファーなんですよ。蔡さんから、ポッドキャスト出たいって言ってくださってて。そうなんですよ。あ、そう。そうですよね。っていうふうに言っていただいて。そこはちょっと忘れたな。はい。なんかその言っていただいたのが社交辞令だったかもしれないのに、ずけずけと今アトリエまで収録しに来てるという状態でございます。あれだからね、クラブハウスでね。そうなんです。うん、だから、そうだよ、はい。俺今忘れてたけど、はい、そうそう、その時に、うん、あれだね、ポッドキャストも呼んでね、なんて言って、うん、あれなの。あれがそうなの。そうそう。あれがオファーなの。その後もなんかありましたよ。メッセージかなんかでいただいて。そう。いやいや、まあ、ありがとうございます。今チラッと出たんですけど、そうなんですよね。うん、クラブハウスで、うん、前にもね、その、うん、池永さんの会にもその話になったんですけど、うん、まあ、クラブハウスでいろんなアーティストを招くっていうトークの時のゲストで来ていただいて、だからお会いはしてないんですけども、うん、その後も何度かお話しして、うん、だから今日実は初対面は初対面。初対面だね。でもなんか初めて会った気がしないですねって、うん、なんかこっちが言うのもなんなんですけども。馴染み深い顔だしね、そうですね、あなたの顔もね。本当に改めて、うん。いやいやいや。よろしくお願いします。でも、うん、すごく話してて楽しかったし、はい、要は、あれなんだよね、うん。難しい話じゃない美術の話をしたかったり、うんうん、でも時には難しい話もしたかったり、いろんなリズムがあるじゃない。うん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 、でも、それってなかなか許される場所がないから、うん、だから、これだったら僕サンプルでなんかね、うん、はい、作家としてそういうふうに話せれば面白いかなっていうふうに思ってね。はい。うん、いや、もうだからそのクラブハウスの回が結構伝説の回みたくなってて、いや、そもそもなんですけど、サイさんから、いや、出ることになりました。で、僕はまだ直接お会いしたことないんですけど、うん、そのサイさんから話すレジュメが、こんなこと喋りますよっていうのが送られてきて、それをこう、経由で僕がもらって、見たら項目が30項目あったんですよね。1時間番組なのに。絶対終わんないだろうなと思ってやり始めて、まあ一応やるかって言って、一回限りと思ってやってたのが、多分最初の一回目の時には、3、4項目ぐらいしかいかなかったんですよね。そうだね。なんか、幼少期から始めてって、なかなか日本画家蔡正樹まで到達せずに、結果全部で5回かけてやるっていう。うん、びっくりしたね。だってさ、合計5時間でしょ。5時間超えです。よく聞いてくれたなと思って。なんかファンの間では、連続テレビ小説、朝ドラみたいっていうですね。そう。サイちゃんっていうような。ほんとね。アマちゃんじゃなくてサイちゃんみたいになってたんで。まあそれは、だからそれが僕もすごく話面白くて、うん、で、しかも、これもオンエアで言ったんですけど、僕の相方が、うん、サイさんも審査員を務める、絵と言葉の力展に出展したという。うんうん、出品したんですよ、うん。相方そんな絵描く人間じゃなかったから、うん、どうしたんって聞いたら、うん、その、クラブハウスのサイさんの話を聞いて、うん、めちゃくちゃ感化されて、うん、絵を描くようになったっていう。うん、だから。でも、はい、もしかしたらやっぱり絵の世界ってどうしてもハードルが高く思えるじゃん。うんうんうん、ちっちゃい頃から上手かったとか、はいはい、すごく才能があったとか、うんうん、そういう話が多いじゃない、はい。意外と俺はそうじゃないし、結構、うん、はい、そういった意味じゃ、親族にそういうね、画家さんもいるわけじゃないし、うんうん、そういった意味じゃ、そういう形の人が画家になるってどういうことなんだろうっていうことを、うんうんうん、割となんかそれってね、うん、まだ話されてないかなって気がしたのが、
うん、話してたら、意外といろんな出来事あるね。そうそう。いや、だから、僕は、その時に、いや、これが、ポッドキャストだったら、ちゃんとこれが残るのになと思ってたんで、うんね、ちょっと今回は改めて、それを話も聞けたらなと思いますし、うん、サイさんの画風をね、うん、プロデューサーからちょっと紹介してくれって言われたんですけど、うん、もう今の、まあもう始まって多分5分ぐらいあると思いますけど、うん、声を聞いたら、この喋り口を聞いたら分かっていただけると思いますけど、うん、もうこのまんまの絵って思ってくださいみたいな。なんかこの、ほのぼのとした、この語り通りの。はい、よく言われるのは、うん、やっぱり、その自分が記憶した原風景とか、うん、そういう風景と同じだって言われるんだよね。うん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 、多分だから僕が求めてるものも、ほんわかした自分がどうこうって分かんないけど、うん自分がこうだったらいいのになっていう風景をやっぱ描いてるからそう思われるのかなと思ってね。基本的にはまあ後ほど話も出ますけど、うん、故郷というか生まれ故郷の絵が多いですか、うんうん、いや、生まれ故郷っていうよりも多分、生まれ故郷もちろん好きだし描くけども、その何か、その小さい頃に感じた何かの、それを追ってんだろうね、うん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 。だからそれが福島でもあり、多分いろんな人から自分の田舎でもあるんじゃないかって言われるのはそういうところなんだろうね。なんか僕なんか言っても団地で生まれ育ってるので、うん、まあいわゆる田舎暮らしはしてないのに、なぜかサイさんの絵を見るとやっぱり懐かしい。世代もだから言ったらちょっと違うわけじゃないですか。うんうん、でもやっぱ感じるっていうのは多分そういうのが皆さんあるんでしょうね。うん、多分そうじゃないかな。うん結局それはさ、生まれ育った時に、本当にぼーっとした子供だったからなんだよ。僕がね。じゃあちょっとそのあたりももう今日は聞いていこうか。ということで今回はですね、うん、その、クラブハウスでその人気だった、その連続テレビ小説、サイちゃんをですね、ポッドキャストバージョンでお届けする特別版にしようかなと思っておりまして、まずこの前半の回は、うん、まあサイさんが幼少期から現在に至るまでのお話の、はいこう、ね、事前にいただいたレジュメを持ちながらも、まあ、幼少から大体学生時代ぐらいまでの話かな、となると思いますけれども、ぜひ、これをお話伺っていけたらと思います。ということで、連続ポッドキャスト小説、サイちゃんの始まりです。サイちゃん誕生、豊かな自然、美術との出会い。はい。ということで、まずは、いろいろといただいた項目があるんですが、生まれ育った場所は青りんご畑。とにかく近くに清い水が、果物が。いやどういうことですかと言います、うん。僕生まれたのって福島市の中でも果物で有名な場所だったの。はいはい。だから、本当に僕の生まれた時の目の前も青りんご畑だったし、はい、だから、どこまで歩っても果物畑だったから、はい世界が全部そうだと思ってた。ああ、なるほど。世界は果物畑だと思ってた。そうですよね。生まれたとこがそうなわけですもんね。うん、で、たまに田んぼがあったりとか、そういう形で、うん、もちろん舗装道路なんてないよ、うんうんうん。だけど、それは普通僕の年代だとあるはずなのに、だから多分そんなにやっぱり舗装道路みたいのがなくて、だけど、なぜかうちの前の道路は、ちょっと広くて舗装道路じゃないのにね。うんうんうんそれが刑務所道路っていう道路で殺伐とした名前がついてます。そう、うん。なんでかっていうと、はい、僕のところの家の前がずっと、はい、続いて突き当たりが福島刑務所だったんだよ、ねはい。そこまでが果物畑でずーっと続いてたの。うんうんうん。だからそこの中記憶から、はい、やっぱ自分の中でやっぱりそういうね、なんか自分の感性みたいのを作ってったんだろうな。でもその、うん青りんご畑が上がったんだ。とにかく近くに清い水があって、うん、これはどういう僕の生まれたところ、そして場所の名前が岩代清水って言って、うんうん、あ、地名なんですか岩代清水までが。で、隣は泉っていう場所で全部水の湧き出る場所だったのね。多分それが果物を作る原因になったんだろうけど、だからそういった意味で水がいつもあって、うん、湧き水がいっぱいあるから、僕が遊ぶのは湧き水のところでの、その、水生生物、はい、水カマキリとか、ゲンゴロウとか取るっていうのが、あれはあれだったんだよ。割とずっとちっちゃい頃からそういうものが、流行ってたっていうのも、それしかなかったかな、うん、遊びの中で。それはお友達と遊ぶ時とかそうそうそう、うん。うん。だけど僕自身は実は体がね、あんまり強くなくて、喘息だったからね。あ、うん。じゃあ、外で活発にある、遊び回るって感じじゃなかったってこと、うん、あと、引っ込み思案だったし、本当何やっても、ダメな人だった、ね。うん、そうなんです。え、
それはなんか昔、子供の時からそういうなんかこう、自覚はしてたってことですか？やっぱね、うん、鼻水いつも垂らしてて、うん、それも青っ鼻垂らしてて、うんうん、ほとんどこう、口でしか息ができないぐらいのさ、そのぐらいやっぱりさ、うん、どっかね、体があんまり丈夫じゃなかったのよ。うんうんうん、それでいて、さ、喘息だったから、うん、ね、あれ夜になると熱とか出したりっていうするパターンで、うんうん、だから、どっか青リング畑の中いたけど、それを意識したのは、寝てたことも多かったからかもしれないね。ああ、外でこう、うん、走りましたら気づかないかもしれないけどっていう、うん。だから幼稚園にあんまり行った覚えないもんね。あ、うん、もう休んでたってことです、うんうん、うん。だから幼稚園行った覚えもないし、ただ、なんかそういう時ってさ、縁側とかに行ってさ、うん、ぼーっとするしかないじゃん。まあ、今だったら多分テレビがあったり、ゲームがあったりとかあるかもしれないけど、うん、それなくてってことですか？結局テレビで、テレビで来たって、なんか俺本当に昔の人みたいだけど、うん、テレビ来たの小学校2年の時からから。へぇちょっと待ってください。昭和初期の話じゃないですよ、ね。電話小学校3年だからさ。あ、そうなの？じゃあもう本当にすることなく縁側で、ぼーっとしてたってことですか？うん、そうだね。いや本当にね、ただぼーっとしてたみたいよ。他人事の。よく聞くんですよ、その話を、親とか。いや、字を覚えるのも遅い、うん、やっぱり話すのもあんまりっていうので、うんうんうん、よく小1、小2のぐらいの時って、かなり、そういった意味で先生も心配して、うんうん、ほら、IQ みたいなの測るじゃない。ありますね、テスト。はい。ダントツで悪かったみたいなのよ。だからでも、他の子は幼稚園で学ぶこともあるしって。うん、ちなみにご兄弟はいらっしゃる？兄弟はね、うん、うち兄が一人います。で、そのやっぱお兄さんと比べられたのもあるんですか？そう。うちの兄貴は本当勉強もできたし、うん、活発だったし、健康でね、うん、全く皆勤賞取るような、本当ね、健康そのものだったのに、俺は、ほとんど、その、うん、そういった意味で喘息だし、うん鼻は垂らしてるし、うん、背は低いし、うん、口で息してるし。口で、それはいいじゃないですか。そうだね。口で息するよ。でもそうだけどさ。うん、でもそれでじゃあぼーっと見てたのに、なんか、ただ見てるだけだ。それともなんか、絵描いて、その時はもうやっぱ画家の片鱗は少しはあった。多分、うん、これね、意味もなくその風景を味わうって書いてあるけど、うん、多分そうだと思う。僕自身は画家としての素地は誰も持ってない。うん、一族でも誰も持ってないんだけど、うん、ただ、縁側に行くとさ、うん、ほら、日差しが強いでしょ、はいはい、そうすると自分の目の前に手のひらを置いたりすると、うん、透き通ってなんかキレキラ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 ってなるじゃない手のひらを太陽にの。そうそうそう。まあ、血筋が見えるわけですね。そんな記憶ばっかりがあるんだよ。うん、風景見てても、うん、だからやっぱりみそっかすだから、うん何人かと遊び行った時に一番後ろじゃない、うん、そうやることないから風景見てるでしょ あと、そういう水生生物でも、うん、こう、みんな一生懸命撮ってるじゃない、うんうん、それをさ、やりたいけど俺容量悪いから、うん、後ろでこうじーっと見てると、うん、その風景見てるじゃん。だからそういうね、なんか風景を見るっていう味わう時間がそこにできたんじゃない、うんうん人より見てるんでしょうね。そう普通の子供よりってことですね。うん。うん、で、ぼーっと見れるんだよ、だから。ぼーっと。ずーっと。親が心配になるぐらい、ぼーっと遠くを見てるような子供で、多分それが俺の画家の素地だったんだろう。もうその時には描いたりしてたんですか？その、ぼーっと見たものを。結局、昔は広告の、新聞の広告のチラシの裏に、書くでしょ、うんうん、だからそれで書いてて、うん、やっぱりそういったものがなんか、あ、やっぱ何書いてみよう、何書いてみようってすごい書いてたって感じはあるよ。うん、へぇ、うん、でも好きは好きだったの書くのも。好きだった。でも、うん、下手だったわ。まあそれは子供っちゃ子供ですからね。小学校2年まで下手だった。うん、3年になって急に。2年と3年の間に。この絵を描いた3年の時に、今日今、貴重な小学校から見つかったという、小学3年生の時の絵。うん、そうなの。機関車を描いた絵ですね。うん、はい。それがね、うん、あれなんだよ。なんか、小学校の先生が、毎朝15分間クロッキーっていうのを毎日させる。授業で、っていうか、その学校でですか、うん、美大とかでもない。美術学校でもないのに。訓練のように。なんでそやっぱ先生は美術好きな先生だったんですか？そうです、うんうん。やっぱり多分専門が美術だったんじゃないですか。あ、そう。うんうんで、コンテを与えられて、はい、コンテ5色ぐらいのコンテをなんか選んで、はい、して書くのね、うんうん。それがなんかさ、
だん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 書いてるうちに面白くなって、そしてだんだん書いてるうちに、やっぱり上手い人っているんだよ。もうその小学生の段階でも。めちゃくちゃ上手い人っているんだよ。うんうん、でも、上手いって、それは上手いって評価するけど、絵が好きな先生って、上手いだけじゃ反応しない。ああ、器用だなで終わっちゃうってことですか、うん、そう、うんうん。で、俺の絵を見て、なんかこういうのいいんじゃないっていうふうに言われるようになるんだよね。へぇ、うん、友達の評価は高くない。うん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 、だけど、うん、先生の評価が異様に高い。へぇ、多分それは、絵だけじゃなくて、うん、多分、文章から来てるんだと思う。僕、文章を書くのが好きで、うん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 、やっぱり、その、そういうことを書くのよ。あの、うんキラキラとか、うん、あの、その、色とか、はい、その、透き通ってるとか、うん、そういう、なんかね、はい、多分そういう、今から考えると、うん、そういう自分の書いてきた文章が絵っぽい感じがするのと、うん、それでもしかしたら注目してたりして、うん、で、下手だけど、なんかこの子っていうふうに思ったんだろうね、勘違いして。いや、でもあれですか、初めてその、まあ、友達とか親とかも含めて大きな、なんか認められた瞬間というか、うん、これまではずっとぼーっと心配されてた、うん、最少年が、うん、急にこう先生。通信簿も悪いしね。これはでもじゃあ、やっぱり、朝ドラとしたらだいぶすごい人がキャスティングしなきゃダメですね。うん、この先生大事な人なんですね。うん。うん、親にも家庭を、あれじゃん、事業参観あると、帰った後怒られたりしてね。はいはい、え、怒られたあんただけ、うん、あの、こう、ぶたっとこう、うん、顔をつけてた。寝てたって覚えがないんだ。寝てないんだけど、うん、俺ちゃんと真剣に聞いてるの、こうやって聞いてたの。机にこう、突っ伏してたのよって。うんあとは、なんかね、窓を見なさいって先生が言って、窓を、みんな校庭の方の窓を見るときに、俺は窓って言うと、その、あの、廊下側の、ちっちゃなこのドアの窓も、窓っぽいじゃん。はいはいはい。こうやって見て、みんなと反対だ、あっちゃったりとか。ちょっとやっぱり顔は変わってましたね。うん。でも、その絵がだんだん好きになってきて、どん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 じゃもう、自分で自発的にも描くようになってたと。そう。うん。だから、それがやっぱりいろいろ書いてるうちに、うまいわけじゃないけど、うん、好きなのは分かったんだろうな。うんうん、だから、それと、あと、自分の文章、うん、文章を割と自分の中では好きに書けたから、うん、それがなんか相まって、うん、あ、絵を描きたいなっていうのと文章を描きたいの、両方やってた感じ。ただ、親は文章が得意だと絶対思ってなかったみたい。あ、でも本当だ、先生出会わなかったら気づかなかったですね、それ。そうなの、そうなの。だってその3年の時の担任の先生の時だけ成績良くて、あ、うん、あとまた落ちてる。でもその時の成功体験はでも、まあ、うん、なんだろう、自信になりますよね、それは。そうだね。うん、それがでもずっと、ある意味でも、うん、あの、やっぱり自分の中でおっしゃった成功体験でもあるし、うん、それがベースにはなってんだろうな。でもその間ずっとじゃあまあ小学生になってまあ高学年とかなった時に、もう体力は戻ってきたんですか？体力戻ってきて、ただ背がちっちゃかったから、140代でずっと、あれ、小学校6年生の終わりでも141か2ぐらいだったのね。まあすごいちっちゃいってわけじゃないけど、かなりちっちゃい方で、で、やっぱり、運動はだん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 できるようになってきて、だからそういった意味じゃ運動神経が悪いとかそういうんじゃないんだけど、でも、やっぱりどこか、ぼーっとしてるから、とにかく、みんなにぼーっとしてるっていう。俺は真剣な顔してても、みんなによく言われたのは、なんでぼーっとしてるの？いや、俺は真剣な顔してるだけなんだよ。っていう、子供だったね。その頃のあだ名とかってな、覚えてますか？あだ名っていうかね、あれ、俺、まさきじゃない。まさきってしかいつも言われるぐらいで。ちょっと叱られ気味じゃないけど。そうそうそう。ぼーっとしてんじゃねえよ、みたいな感じで。だから、どっか命令系の発音だった気がするな。うん、でもそんな最、少年が中学生に今度入った時に、じゃああれですか、中学生になってもうすぐ美術部とかに入るんですか？いやいやいや、あの、結局、やっぱりね、そこは運動とかそういうのもしたかったし、でも、自分の中で中学生入ってはっきりとしてたのは、あの、勉強しなきゃって本気で思い始めたんだよ、急に。それは多分、うちの親父って国鉄の機関士なんだけど、中学校しか出てないんだよね。昭和5年生まれだから、多分、
昭和20年15歳だと、はい、そういう戦路の戦後の混乱期で、はい、多分うまく鉄道局に入れたんだけど、でも学歴がなくてそういうコンプレックスがあったから、俺に多分すごく期待したんだろうね。でもでうちの兄貴ってすごく勉強ができる人だったから、うん、俺も勉強しなきゃいけないなと思って、うんうん、そこで頑張るんだよ。なんか中学デビューですか？すごい中学デビューで頑張って、急になんか本当にクラスでもドベだったのに、すごい頑張ったおかげで、かなりドワーって登ってたの、すごいエネルギーで登ってて、本当中学校1年生なのに、そうね、1日10時間ぐらい勉強するんだよな、そのぐらい急に、だからものすごく極端だけど、急に目覚めた感じだったの。でも勉強に目覚めたってことですね、その時は。勉強に目覚めたし、なんか急にそれがね、褒められるのが嬉しくて、褒められたことなかったから、さ、まさきはまさきはって言われて。ぼーっとしてたまさきが。そう、鼻水垂らさなくなったってね。あれ、勉強するようになったって。でも相変わらず友達と会うとさ、ティッシュ渡されたりしてさ、鼻、そんなに鼻出てる、鼻かみななんて言われたりするような子供の、ね、そこは治ってなかった。そう。クレヨンしんちゃんの坊ちゃんみたいな感じなんだ。そう。それがずっと、でもそうかもしれない。あんな感じだった。でもそれじゃもう勉強にも目覚めたら、もうそっちの世界というか、こう、勉学の方で行こうにはなんなかったんですか？いや、勉学の方で行こうと思ったよ。うんうん。ところが、ところがどっこい。なんとここにありますね。思春期の遅い感性開花。スターウォーズともに勉強の成績急落へ。これ僕が書いたわけじゃなく、サイさんが書いてくれたやつを読んでるだけですからね。なんですか、スターウォーズのせいでな。いや、スターウォーズのせいもあるんだけど、はいはい、初めて映画見たのよ、はいはい、中2で、はい。それも遅いんだけどね。うん、だから、中2で初めてスターウォーズを見たら、すごいのよ。あ、見たことなかったんですか、そのまず映画、うんうん、だって、うん、映画自体はね、うん、その頃はもうテレビあったから、うん、画面では見るけど、うん、映画館で見たそのスターウォーズがすごいじゃない、うん、映像的に、うんうんうん、うわーって思って何かがあの時変わったんだよ、はい、うん、その後やっぱりラジオその頃から聞くようになってたから、うん、ラジオで本当にスターウォーズのことが番組やって全部録音したりとかしながら、うんうん、すごくスターウォーズにハマってったら、今度は映画にハマっちゃったのね。ほう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 。だから映画館に入り浸りになるようになった、うんうん。スターウォーズも、スターウォーズを朝から見たら夜まで何度も見るぐらいになってた。そんなに好きなんですか、スターウォーズ。そうなの、ね。スターウォーズも大好きだし、うんうん、結局、また他の映画も見るようになっちゃって、はあはあ、また俺の悪い友達がいてさ、うん、今も電話があるんだけど、時々、うんうんうん。そいつが映画すごく見せてくれるから、はあ、今までない体験をそこでいっぱいするわけ。うん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 、映画を見るっていう。うん、それで、はあはあ、せっかく中学1年から勉強して、はあ、成績が上がった。うわーって上がったのに、はあ、スーって下がってくる。完全にダークサイドに落ちてしまった。ダークサイドに落ちちゃいました。もうね、こうみたいな感じで落ちてっちゃって。落ちちゃいましたね。まあね、それも上がった時も見事に先生褒められたけど、うん、落ちた時もみんなの前で、うん、こんなに落ちたやつは見たことがないって言われるぐらい。すごいですね、うん。極端なんだよね。もうだからもう勉強しなくなっちゃったってことですか？うん、勉強してても、うん、頭の中スターウォーズ。そんなに面白いかったんですね、スターウォーズ。そう、うんうん。だって、あの頃やっぱり、ね、はい、僕は帝国の逆襲の2作目から見たんだけど、うん、もうビデオがないから、1が見れないから。そっかそっか。え、じゃあその後、その繰り返し2をいっぱい見たんだと思うんですけど、うん、1はどのタイミングで後ほど見るか、ね。1はずーっと後だね。2ばっかずーっと見てて。どうだったんですか？その2をたくさん見た人から見て、改めて1見たら。あ、やっぱ1はいいなと思うな。あー3で俺びっくりしたけど、3っていうか3作目で、うん、なんだこの絵、なんかさ、こういうお遊戯みたいなやつだと思ってびっくりしたけど。だから、その出会ったのが3だったら、下がらなくて済んだかもしれない。うん、そうそう2、一番面白い2見ちゃったから。すごい、やっぱりね、うん、
面白かったよ。俺はキラキラしてたよ。あの宇宙船乗ってたよ、俺。原風景が変わっちゃいましたね。宇宙になる。そのぐらい、映画っていうものに興味を持って、うんうん、その頃やっぱ本人も興味を持って、やっぱり、太宰治も含めて、本当太宰かぶれもしてたし、うんうんうん、だから、急に、なんか勉強、急に軌道乗りそうだったのに、はい、それを妨げるような生活にどんどんなっていっちゃったんだよね。へえ。その間は絵は、ま、この画家の話はまた出てこないです。うん。もうとにかく映画監督になりたい。全然もう絵は忘れてる。あ、もう全然。だけど文章忘れてないんだよね。やっぱスターウォーズを見てなんかこう書いたりもするんですか、うん、文章的な。文章もそうだし、うん、やっぱりそういったものをうまく文章で伝えられる。うん。だから僕自身は文章がすごく書くのが好きだった理由は、うんうんそこにあったんだよね。そんな、じゃあもう成績急落しちゃったわけですけども、怒涛の展開ですが、そしてここで来てますね。初恋は卓球との出会いに続く。そして美術と恩師との出会い。ちょっと質問なんだけどさ、はいはいうん、なんでほとんど美術の話じゃないね。いいですよ。全然いいんですよ。全然いいです。過去にそういう回もありますから大丈夫。あ、じゃあちょっと改めて読みますね。多分自分の性格がそういうものにはまるとはまってっちゃうじゃない、うん、はい、はい、はい。で、そういう中で、うん、そうすると、やっぱり勉強をすごくしっかりしてるよりも、うん、そういう映画とかそういう興味を持ってくると、うん、だん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 いろんなものに興味を持ってくるじゃん。うんうんうん、多分その時初めて感性が開いたんだと思うんだよ。ああ、だからそれは大事なことですよね。うん、感性の花開くと、うん、女の子にも花開くんだよね。うん、おいいですね。ついに恋愛がここで、ヒロインが登場ですか？はい。何があったの？いや、その隣の子がすごい可愛い子で。クラスの隣の席の子。うんうん、俺にだけ優しいんだよ。絶対勘違いです、うん。そう。みんなに優しかったらしい。でもまあ優しいと思っちゃったんですね。そう。うん、もうね、キラ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 してて、うん、もうスターウォーズと同じで、うん、もう、その子、その子もキラキラしてて、うんうんで、すごいそういった意味では、もう、ドキドキしながら毎日を過ごすような日々。うんうんうん、そんなの、小学校の時にも、全然まだね、うん、目覚めてなかったから、うん、全くそんなことなかったのに、うん、やっぱり目覚めるんだね。で、その子がさ、卓球部だったのよ。おー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 して、なんかすごくその子が、卓球でも、結構推薦をもらえるぐらい、うんの感じでやってる子だったの。うんうんうん、あ、すごいなって思って、うん、俺自身は、実は、うん、体自身はそんなに、うん、悪い方であったとしても、体の動き自身はその頃復活してて、うん、運動もまあまあだったね、うんうん。めちゃくちゃできるわけじゃないけど、でも、やればかなりこなせるようになってたから、うんうんうん、じゃあ僕もちょっと卓球を、っていう風に思いながら、遊びぐらいでやってたっていう感じがあったかな。はいはい、で、だ卓球部に入ったわけじゃないけどもってことですか、うん、その時はね。でも卓球やってれば、まあ、会話も増えるし、みたいな。それでさ、やっぱり、そうは言ってももう、中学時代は映画とそのことで終わっちゃうんだけども、うんうん、その子がね、忘れられないぐらい好きになっちゃってね。へ、う、ぇ、んえー。うんうん可愛い子だったんだよ。俺、まあ、古いかもしれないけど、太田博美が好きでさ、声に弱いんだよね、ね甘ったるい声でね、うんうんうん。え、それで、高校じゃ一緒の受けようとするってことですか？いや、高校は彼女は卓球推薦で行ってしまったので、うんうんうん、僕自身は勉強落ちてきたけども、でも一応進学校にそこから少しだけ勉強して一応は行けたのね。うんうん、ただ第一志望はダメになってて、結局は、でも自分の中ではまあその後後半は頑張ってなんとかその高校に行けて、すぐに卓球部入りました。その子、それその子とじゃあ同じ高校でもあるってことです。うん、おーおーなるほど。これはでもちょっとあんまり大きな声で言っちゃダメだったな、これ。これやばいな、ポッドキャストだね。で、それでじゃあ高校一緒に行って。いや、高校は違う高校ですけど。卓球だったら出会うかもしれない、うん。そう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 。じゃあもうそのまま卓球少年になっちゃったってことですか？そうなんです。それが、だから、うん、それで出会うためには、うん、県でもその人は順位がついてたので、うんうん、県大会に行かなきゃいけないと思って、うんうんうん、今度は卓球の日々なんですよ。そんなこと言っちゃあれですが、うん、単純ですね。単純なんですよ。本当に単純。
ちょっとここまでだったら脚本どうかしてると思われちゃうぐらい。そうだね。単純な脚本。本当ね、ただのおバカだよね。だけど、うんうん、すごい卓球をやりました。うん、僕は、高一の時に、うん、たった一年弱しかやってないんですけど、うん、だけど、本当に卓球し、命がけでやって、うんうん、全部の試合のスコアも残ってるんだよ。うん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 、して、どう攻めたらいいかっていう、まだ始めたばっかりなのに、うんうんうんあの、コースまで全部、あの、卓球の台を書いて、うん、そのノートとかそういうのは綺麗に書くようになって、もう上手くなってたんだけど。無駄ではなかった。そうそうそう、人体とか書くでしょ、うんうん、で卓球のラケット人体とか、どこのコースとかさ、回転とかね、やってる。その時に会いたいがために。そうそうそう、球も立体とかにするためにこんな風に、ねうん、目をつけたりしてね。うんうん、ねこれやって、すごく、うん、そうね。うんもう家、卓球の毎日で、うん、あの、朝早く行って卓球やって、うん、そしてもう夜も卓球を遅くまでやって、うんうん、あと別な高校まで行って練習試合をして、家帰ってきたらば畳を擦り切れるまで素振りをしてたっていう。すごいですね。それでね、うんうん、ちゃんと4回戦まで行けんのよ。うんうんうん、半年で4回戦ぐらいまで行ったかな、うんうん。だけど、その頃には、大変なことが起こってまして、あの、自分の高校の成績が。はい、またですか？またなんです。さらに落ちて。せっかく、あのね、勉強もまたやったのが、はい、まあ、ほんと、ワースト10ぐらいに入るようになってて、高校でね。進学校だったから、みんな勉強頑張るじゃない。はいはい、もう全然ついていけなくなって、卓球だけになって。なんでな、あの、さっきのその、スターウォーズの時も思ったんですけど、なんで両立できないんですか？そうなんだよ。半々とか7-3とかなんか比率、なんで毎回10-0にしちゃうんですか、うん、今の俺ならできる。できる。だけど、その頃はさ、ドキ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 してるからさ。あ、そっか、そう、うん。で、会えたんですか？その子には。4回戦とかまでして。ああ、後から聞いたら、半年で辞めたそうです。体を悪くして。で、まあ、ちょっと、高校行かずに、なんかどうなってるかわからないって話を聞いて、うん、ただ、それもね、やっぱりいろいろあるんだけども、うん、多分、もっと調べればあれだろうけど、うん、なんとなくそれも耳にならない、もう卓球に夢中になって、とにかく卓球をっていうふうに、今度は思いすぎたんだろうな、うん、そしたら今度は、うちの親父とおふくろが大心配しちゃって、頼むからやめてくれて。まあ、でもその頃はもうその子に会いたいとか、もう卓球が好きになってたんですか、うん、もう卓球好きになって。っちゃう、うんうん、まあでも、変な話だけど、うん、赤点なんてもんじゃない点数を取り始めちゃって。もう全部が卓球に見えてたぐらいだった。全部、やばいっすね。うん。だからもう両親はこれもやめろと。うん。うん、だけど、はい、そういった意味じゃ、ちょっと僕も、あの、4回戦ぐらいまで行って、最後、県ランキング1位の人に戦った時に、あまりにも才能が違って遊ばれちゃったんだよね、試合で。そしたら、これはなんか、こんな叶うもんじゃないなっていうふうに、半年しかやってないと思って、だけど、その時になんかちょっと自分の中で、これより、なんか、どっか充実感と、なんか、やりきった感が、半年なのに思っちゃったのね。あまりにも、その、勉強をやらなさすぎて、やっぱりやめよう。そしてやめて、やっぱり親の期待にちゃんと応えなきゃって思い始める。で、高校2年で、まあ、高校2年でやめて、して、今度は勉強に打ち込んで、して、まあ、部活動は高校の方針で入んなきゃいけないから、美術部にでも入っとくかっていう。あ、そんな流れなんですか？美術部とのって。うん、これ、娘に聞かれたらやばい。娘さんが聞かせないようにします。では、もう美術の出会いですか？それで。そうなんです。うん、ところが、その美術の出会いの時に、うん、いきなり僕は美術、本当はそんなに はっきりとやるつもりはなかったんだけど、うんうん、なんか僕のその中途半端な気持ちっていうのは、うん、美術部の顧問の、はい僕の本当恩師の先生である小原先生っていう先生に見透かされるのね、うんうんうん、お前はそういう中途半端じゃなくてちゃんと検定に作品1点でもいいから書いてみろと、うんうんうん、美術の世界っていうのはそんなにね甘いもんじゃないぞだけどお前やってみろっていう話でやってそれで作品を1点書いてみるわけ、はい、そしたら、はい
あの、畳一枚ぐらいの作品、うん、50もの作品なの。うんうん、僕は、うん、まあ、小学校の時、絵は褒められたことがある。はいはい。小学3年の時に、まあ、入って、うん、まあ、俺は、うん、まあまあ描けんじゃないのと思って、ちょっと自画像なんて描いちゃったりして、なんて言って、はい、描いて、リアルに描こうと思ったら、全然描けない。なおかつ、その先生が最初に言ったのは、キャンバスじゃなくて、シーツを貼らせて、キャンバスは高いからね。はい、で、シーツを家から持ってこさせて、はい、そしたら染み込んじゃって、染み込んじゃって、描けない。で、何度も何度もそれで絵の具を塗り込んで、塗り込んで、塗り込んでやってると、おもむろい、はい、とんでもない暗い絵が出来上がったのね。で、周りのみんな上手なんだよ。あの、一年から美術部だから。して、俺だけなんか暗い、重い、なんか下手な絵を描いて、はい、ところがそれがさ、賞取っちゃったんだよ。それがですか？そう、それがさ、はい、この M の孤独って絵なんだけど。はい、もう今の作風とは全然違う、うん。これはあれですね、ウェブページに載せますので。うん、はい、うん、M の孤独という作品。確かに暗い絵ですね。でしょ？うん、今の作、うん、これ自画像なんですか？自画像です。M はじゃあ、まさきの M。そうです。暗いですね。暗いでしょ？カモイレよりも暗い作品。うん。うん、これね、うん、描いた時って、僕、はあの、どっか、ちょっと太宰かぶれの時もあったから、はそれもあったけど、はなんかね、描きながら、なんて俺ってダメなやつなんだろうと思ってた時期なのね。うん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 、それは、卓球やると、結局は、その勉強全然ダメになって、もっとやればいいけど、でもやめて、親の期待応えようとかいろいろ思うでしょ、うんうんうん、だからそういう、どこかやりきれないところがあった中で、はい、このまま終わっちゃうのかなーなんて思いながら描いてたら、はい、真っ暗な絵になってきてね。うんうんうん、して、わー、これなんか孤独っぽくないって誰かが言ったのを、うん、そうか、これは M の孤独という名前をつけようと思って、そういう絵を描いたのね。うん、そしたら、さ、もう絶対入選なんてしないと思ったら、うん、他の人の方がうまいから、うん、そしたら賞を取ってびっくりしちゃって、うんうんうん、後から見ればわかるんだよ、この絵は賞を取るなって、うん、今はわかるんだけど、うんうん、そして、まあ、あの、その絵を、あ、じゃあ、僕がわからないけど、うん、いい絵なんだっていうふうに思いになって、うんうんうん、で、実際賞を取って、しばらく見てなかったその絵見たら、本当に下手で、本当に、重い絵で、暗い絵なんだよ。うんうん、俺ショック受けちゃって。もっと思い出補正がされてたんですね、しばらく。で、親も賞を取って嬉しくて来たらば、うん、こんな暗い絵でしょ。ちょっとがっかりしちゃって、育て方を間違ったんだろうかっていう話になったりもしたような感じだったのよ。うんうん、だから、ただ、その中で、うん、あれ、もうちょっと何かを書くっていうことに対して、うん、やってみなきゃいけないなっていうふうに、どこか思ったんだよね。うんうんうん、それが、結局、小原先生の言ってた、そのね、もっと中途半端じゃなくて、とりあえず書いてみて何を感じるかっていうところで、うん、で、聞いたの、なんで賞を取ったかっていうことを、うんうんうん、そしたら、ちゃんと下手だからだと思うよ。下手なものをそのまんま、あの、お前自身がこねくり回して、もがいたから、人に伝わったんだっていうふうに言われて、え、そんなので伝わるのって、だから、お前はもしかしたらそういう力があるかもしれないぞって言われて、うんうん、まあ、もしかしたら何か僕の噂を聞いて、まあ、めちゃめちゃなやつだからね。本当にね、うん、もう赤点なんて取りまくってるような人だったから。だから、そうか、じゃあちょっと美術ってちょっとかじってもいいかなって、うん、高校2年の時初めて思うんだよね。へー。うんで、うん、とりあえずみんなからデッサン力足りないから、うん、じゃあ訓練しようと思って、うん、卓球の時と同じで、うん、誰よりも朝早く行って、うん、誰よりも夜遅くまでやってっていうデッサンの訓練をし始める。うんうんうん、たった一人で、うん、僕新設校だったので、うん、2期生だから、うん、ほとんど美術なんて誰もやってた人いなくて、うん、その中で一人で自分で時間を決めて、うん、朝行って、で、昼の短い時間とか、休み時間も行って、デッサンするようになって、そして夜もやるっていうんで。へぇー。そういう感じになったら、先生が急に本気で僕を叱るようになってきて、叱るってことは多分、こいつをうまくしなきゃって思ったんじゃない？うんうん、でも、よく言われたのは、お前本当に下手だよってよく言われて、だけど、
やっぱり文章を書かせるといいから文章の名前がいいって、うん。だけど、それにどこか絵は追いつく時があるんじゃないかっていう話をされたりとかし始まって、あ、そういうもんなのかななんて思いながら絵をやり始めたんだよね。うん、それはもうじゃあずっとそのまま2年3年と続けていくってこと？そう。2年の時にそれで、3年の時もそういった意味じゃ、その県総合美術展で、うん、賞を取るんだけども、うん、だからそれで、あれもしかして何かあるかななんて思いながら、うん、自分の中で、うん、でも、お前何が一番描きたいって言われた時に、うん、いや、僕は何が描きたいかまではわかりませんって言って、うん、明日までに何か描いてこいって言われたのね、先生に。して、何を描いていいかわからないから、家帰ったら、夜なんか家の中に、うん、盆栽があったのよ。うんうんうんよし、これだ！盆栽描いてったら、お前は油絵じゃないな。日本画だなって言われて日本画になったんだよ。あ、そういう流れなんですね。そういう、なんかね、僕の人生って本当に単純なんだけど、日本画なんて知らないんだよ、それまで。でも、なんかこれって、もしかして日本画ってなんだろうって調べ始まったら、最初に見たのが工藤浩二の絵を見て、なんて綺麗なんだろう。あの、青森の作家さんでした。そうそうそう。そう、うん、あとは日本画。どっちかというと暗い作家ですよね。日本画の中では暗い感じの色調ですよ、ね。工藤浩二はさ、うんうん、そうは言ったって、群青が美しくて、うんうんうん、結構色幅あったと思うんだけども、うん、でも、そういった中からいろんなものが見えてくんだよね。うん、日本画を見るようになって。うん、それだけじゃなくて、油絵も 見てたから、うんとにかく、その小原先生っていうのは、ものすごく美術に対して造形が深い先生だったの。うんうん、だから、僕が見る、デッサンをしっかりやれちゃう。じゃあ、教えます、うん。こんなような話し方なんだけど、わかりましたって、どう教えてくれるんだと思ったら、俺家でもデッサン描いてたんだけど、じゃあ君の家まで行きますって。先生が。家まで来て、僕の絵を見るじゃない、して、ダメだってパチーンとこう、うちの玄関を閉めて帰ってくるっていう先生で。直接教えてくれるわけじゃなくて、ダメだってことだけ教えてくれる。ダメです、教えて。それは、泣きながらさ、へぇーっつって、うちのどこがあるって。いや、ああいう神経で描いちゃいけませんとかって。何が、そうか、俺は、この時別なことを考えてあれがいけなかったのか、とかと思いながらも、そうやってこう訓練されてたのね、一生懸命いろんなことをその時に教えられて、クロスハッチングは黒田清輝がどうこうとか、だからタッチのここのどこのこういうタッチで描けるとか、あともう鉛筆の腕の動きとかって、今考えれば変な動きなんだけど、左右に鉛筆を持たせられて、両方で描くとか、筋トレのように鉛筆のタッチを訓練させられたり、上から下まで全部タッチをやりなさいとか、スポコンのなんか漫画みたいな感じなんでは、うん。あとはなんか考えられない感じの、僕の常識にはない感じのものをね、教えられたの。で、とにかく線はフューチャーしてなくちゃいけないっていう。フューチャー？うん。線の、この流れの中で溝のところの、その交わったところに線の何か美しさがあるとか、その芸術論をすごく言ってきたのね。高校生に言うとは思えないことを言ってますよね、今。で、例えば三木多門がこう、公園に来るとすれば美術評論のね、連れて行かれて一つ質問しろって言われたりとか。高校生なのに、そう、訓練をさせられるの。でして、すごくいろんな絵が好きになって、やっぱりいろんな絵を見るようになって、そしてセザンヌの位置、今のその何をセザンヌは求めようとしてるのかって、問われた時に答えを用意してったりとか、あと、コエソ良平は写実だけども、このハイライト線はどうやってかすれさせてるんだとか、そういうね、哲学的なことを言う先生で、だけどその先生ってすごい先生で、ものすごいいっぱい、美大生も作ってるし、哲学を、みんなに、こう移行してった、自分の考えをすごく広めてった先生だったね。もともとその先生は、実は漫画家として、東京に行って、はい、結核で帰ってきて先生になった先生だから、めちゃくちゃ上手な先生でもあったし、そういった意味じゃ、あまりにもすごい芸術家肌の、それもさ、突出した先生に出会ったの。
そこで影響をいっぱい受けて、いろんなエキスがそこで習ったような感じかな。ちょっと一個だけ気になったことなんですけど、うん、勉強は大丈夫だったんですか？その、勉強をやろうと思って美術部に入った結果、今話聞いてるとまたデッサンに狂ってらっしゃったんですけど、勉強はちなみに。おっしゃる通りです。あのね。両親は内定脱臼をやめろっていう。ひどくなりまして。なんなら先生も来ちゃうし、家に。もうね、暇があればもうクロッキーとデッサンですから。もうね、極端なんですよ、極端ですよ。え、でもそんだけ美術の道に入ったらだと思うんですけど、うん、ここのとには、うん、でもそして奈落の底へってあるんですけど、うん、なんかもう順風満帆な感じしましたけど。うん、奈落の底へっていうのはあれだね。うん。うん、結局、僕自身は、その頃っていうのは影響を受けてたのは、やっぱり好きだったのは池袋モンパルナスの長谷川理子とか、うんうん、とにかく、あいみつが好きだった。はい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 、なんであいみつが好きだったっていうと、先生がよく見せてたからなんだけど、なかなか渋いチョイスですよね。うんうん、で、やっぱり、そういった意味じゃ、うん、そこの部分ですごくそういう池ブロックのモンパルナス見てたし、うん、その頃安井賞も勢いがあって、うん、それこそ有本敏夫が賞を取んじゃないかとか、もう洋画界のいわゆる芥川賞って言われてる、うん、あの賞ですね。そうそう。はいはい、安井賞。で、金谷さんがいつになったら安井賞取るんだろうとか、思っててドキドキしてた時期なのよ。高校生なのにさ、そういった意味ではそういうものも見たりとか、その時にまた具体のことを思ったりとか、うんうん、いろんなことが幅が広がっていくの。うんうん、それはなぜかというと先生が本屋さんまで連れてって、うん、ここ歌集って昔いっぱいあったでしょ、幅が。はいはいはい、はい。あの中から、うん、こっからここまでの芸術の見ていいけど、うん、まだお前は売り絵的なものは見るな。早い、こっちはまだ早いよ、みたいな。そう。だから芸術のここを読めっていうところを。ちょっとコアな方を、ね。そうそう。そう進められて、それはアメリカ抽象表現主義含めて、うん、その頃ロートレックが来てたから、ロートレックのポスター文化どうやって、うん、あれ平面つなげてとか言ってみろとか、高校生とは思えない、すごい、うん、訓練させられてた感じなんでね。だけどそれが普通だと思ってたから、うんうんうん、俺しかいなかったし、その規制で先輩もいないからさ、うんうん、それですごく特訓されてて、はあ。で、俺は本当に芸大に行きたいとのその頃思って、うん、なおかつ自分自身でも日本画も好きになってたから日本画もやってみたいっていうところで、うんうんうん、だからすごい量の、作品は描きましたよ。うん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 、でも、なんで奈落の底へ入っちゃうんですか、そしたら。その奈落の底っていうのは、勉強が奈落の底でもあるんですけど、うんうん、そんな僕に、うん、受験、芸大許されるんです。あ、両親が。おうおう、うん、すごいでしょ？すごいすごいです、うんうん。ちょっとある意味諦めちゃったのか、腹をくくったのかですね、ご両親も、うんうん。もう担任の先生も本当はね、三年の時の担任の先生は、反対しなかったけど、賛成してくれたけど、二、うん、年の時の担任の先生なんて、うん、お前には絶対無理だっていうぐらいだったんだけど、うんうん、結局は僕自身が芸大を受けることを許されて、うん、てっきり俺は美術をやることを許されたのかと思ってた。そして、うん、行けました。東京芸大。うん、一発ですか？一発目、現役の時に受けました。うんうん、ダメでした、やっぱり、うん。そんだけ訓練してもですか。うんうん、そう。もちろん、やっぱり日本語なんてみんな上手だしね。うんうん、で、ダメで、したら、気が済んだかと、うん、親が、うん。もう、いい加減にやめてくれ。これで諦めてくれ、みたいな。うん、もう、お前は、うん、地元に残って、美術はやめてくれっていう奈落の底になる。へぇ。こんなに努力してたら親も応援してくれてると思ったらそうじゃなくて、もう多分親も退職で、もうお金もなかったんだろうね。そのこの部分でもうやめてほしいっていうところで懇願されて、もちろん俺は泣いたよ。して家出もしたよ、もちろん。もちろんな、ちょっと家出まではちょっとよくわかんないですけど、泣いたよまではいいけど、もちろんしちゃうんですね、家出も。もしして、でも、やっぱり、ここまで迷惑かけたんだったら、うん、っていうので、やっぱり親の言うように地元に残って、うんうん、普通の方向に行こうか、うん、特に文章が好きだったから、うん、まあ先生の投資っての親の願いだったけど、先生じゃなくて、文学部あたりを受けようかな、うん、受けたいな、地元大学の、文学部ないからさ、うんうん、
結局福島だと福島大学教育学部しかなかったから、うんうん、やっぱ教育かなと思いながら、うん、っていう風な形で浪人が地元で勉強で浪人をすることに急に切り替えられちゃうんです。でも思い出してみて、うんうんうん、俺は絵をすごいやってたでしょ。やってました。勉強どうでしたっけ？いやいや、そうなんですよね。うん、なんか、そうね、勉強が上がった要素がもうないんですよね。あの、中1以来ずっと上がってない気がしてるんですけど、これはどう？うん、もうね、うん、あの、予備校行きました。うん。もう、それは予備校はいわゆる美術系じゃなくて、一般の、うん。一般の予備校です。予備校で。うん、うん。で、みんなそれなりに去年、その前の年勉強してるじゃないですか。うんうんうん、俺はもう、うん、暗号ですよ、みんな。何をやってるかが分かんない。何をやってるんだか、うんうん、みんな一から覚えていくんだと思ったら、みんなもうやってるのね。うんうん、いや、もう本当にね、うん、暗号みたいで、もう授業出るのが苦しいんですよ。呼吸ができないぐらい苦しくて。だから、やっぱり申し訳ないけど、うんうん、行くことができなくて、一番近くの喫茶店に、うんうん行くことになっちゃうんですよ。もう予備校に行ったふりをして、そう、お弁当を持ちます、持たせられます、うん、して、予備校行きます、お弁当持ちます、そして行くんですよ。して毎日そこの喫茶店に行くもんだから、ママさんが、それだったらうちでちょっと手伝わないって言われて、もうずーっといるからね。で、のてーっとしてるから、うんうん、そしたら、そのママさんすごくいい人で、うんうんアルバイトではないんだけども、うん、そうやって、こう、いろんな用事を言いつけてくれたりして、パン買いに行ったりとか、うん、いろんな、その時にコーヒーもまたね、うん、ちょっと入れたりとかしながらね、いろんなことしてって、うん、そうすると、だんだん、その外のお客さんだったのが、うん、厨房の中に入れるようになってくるんですよ。もう社員というそうすると、大体来る人は、みんなあれなので、営業の人とかが来て、うんうんうん、カウンターがメインの店なので、うんうん、僕はだいたい助手みたいに覚えてくるでしょ、うんうんうん、だんだん。そうすると、だんだんみんな遠慮なく言ってくるでしょ、うん、話しかけてくるわけですね。そうそうそう、うんうん。その営業の人が、いろんな営業の人がいるんだけど、うん、まあ、あの頃の営業の人で、喫茶店 に昼間から入る人は、どういう人だかわかりますよね。うんうん、まあ、競馬か、パチンコか、あとは、ね、風俗の話を、そんなのばっかりなの。して、また俺がさ、その、ウブだから、すごくからかうわけ。ああ、そのリアクション見楽しんでる。そう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 。もう、男の人も女の人も営業の人もうまいから、口がさ。それで、もう俺なんか本気にしながらさ、おぉみたいな感じで言ってるんだけど、それを見てたら、だんだん、俺、これでいいのかな？だから、当初で勉強して、ちゃんと会社に入ったとしても、こうなっちゃう人もいっぱいいるのも見えちゃうとですね。社会人の変わった。そしたら、ママさんに、あんた、ここにいたんじゃダメになるよって。ママさんのせいでここにいるのになんか不思議な形だ。それで、もうね、俺は、やっぱり、頑張んなきゃいけないなっていう風に、だんだん思えるようになってきて、うん、まあ腐ってたんだけど、本当は絵ができなくなって、うんうん。それで、やっぱり本気でやろうっていうことで、うん、まあ中学校時代勉強でね、うん、10時間ぐらいしてた時期もあったから、はいはいはい、そこに戻すの。お苦しいけど、戻すの、はいうんうん。それこそ、ロープで、縛ったこともあったし。椅子と自分をですか。そうやって頑張ろうっていうふうに思うんだけども、結局、一浪目はやっぱダメだったのね。うん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 、間に合わなかった。うんうん、でも、二浪目はしっかりと自分の中で、勉強しようってコンセプトを決める、うんうんうん。で、本当にそれで遂行して、一週間に一遍ずつぐらい模擬試験が受けれるぐらいな感じですごく勉強するんだよね。うんうんうん、で、頑張って勉強する。で、それを繰り返してたら、それなりに勉強できるようになってくるんだよ。うん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 、後半だけどね。うんうんで、英語もできるのはだんだんできるようになってきて、でも、こう、やっぱり苦手科目が何科目あって、そして、いや、俺は思ったよりも数学とかできるけど、やっぱり英語はこれ以上伸びないとか、いろいろ分かってくるね、自分のことが。そしたら、いろんなプランが自分に出てくるじゃん。
で、センター試験までに、センター試験、今、あの頃共通1位だったけど、うん、頑張って、うん、それでちゃんと合わせるんだよね。うんうん、その年。うん、して、本当に二重点の決意で、うん。で、ところが、うん、センター試験その年、数学に僕かけてたんだけど、うんうんうん、数学が米印が初めて出た年。うん、つまり、三、うん、桁の、二桁の答えを三桁の、うん、あの、欄があって、うん二桁書いて米印を入れなきゃいけないっていう、その、パターン替えの年だったのよ。三桁と書きんないから、答えが二桁だったら、ここは使わないよって意味で米印を使う、うんうん。偶然当たることはなくすために多分やった手法なんだけど、うんうん、俺単純だからさ、うんうん、まんまとそれにやられちゃって。うん、これまでの稽古でそのないし、そこ、そこまで良かったの。うん、それを、そうじゃないはずだって、そこをかけてたせいで、冷静じゃなかったんだろうね。うん、あ、だからどんだけ計算しても3桁になんないから、パニックになっちゃう。何にもやって、うんうんうん、そのうち何、どうなったかって言うと、多分パニック障害かわかんないけど、うん、鉛筆を汗で握れなくなっちゃった。うん、へぇ、試験中に。試験中に。うん、こうやって握る、こうやってこう、こうやって握ったんだけど、うんうんそこ、数学が大失敗しちゃって、他はそれなりに取れたんだけど、うん結局はもうこのままでは総合点だから、うんうん、その頃1000点満点だったからね。はあ、ははあうん、じゃあ足切りになっちゃうってことですか？ 5 教科7科目で。足切りにはならないけど、うん、もうこれではっていう点数になってしまった時に、うんうん、あの、うちの親父がそれを知って、うんうん、もう、どう、もう真っ赤な顔をしてたんだと思うんだけど、うんうん、もう見れなかったけど、俺は。うんうん、はい。優しく、うん、お前はどうする気なんだと。うん、何か何になる気なんだと。でも俺は昔からね、うん、そうなった時に、うん、俺は昔から肩もみだけはうまかったから、ハリキューシになるって言ったんだ。新しいの出てきちゃったんですけど、なんか今までなんか伏線がないやつが出てきちゃったんですけど、なんですかその。もう受験は終わりだと思ったから。だから、もう、そうかさ、ハリキューシになる方向に行こうと。うん、そうそうそう、うんうん。その前にうちの親父も、うん、あの、国鉄退職だったので、うん、まあ鉄道 JR で退職だったので、うん、あの、ハリキューのその、うん、何か持ってたんだね、資料。それも見てたりもしたから、うん俺も本当に肩もみだけはみんなの上手で、うんうん、みんなの肩をもむので、みんなにお前は上手だねって言われてくる。では、ハリキューシになろうと思ったら、うん、親はそれで OK 言うと思ったら、うん、逆だったの。うん、まさき、今、もうお前、今からでもいいから好きなことやればは、っていう言葉とともに、なぜか、俺をもう美術やっていいよって、三浪目の時に、うん、急に二三浪目になろうとしてる時、うん、つまり二浪目で終わろうとしてたのに、うん、今からでもやれって言われた。美術でいいよって言うんだった、うん。美術に帰っていいよって。へー。突然。うん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 。って思うじゃない、うん、思います思います。俺はそこまで追い詰めたんだっても思ったし。ああ、親にそう言われてしまったみたいな。うん、後から知ったら、小原先生が、家まで、うん、まあ、俺んち知ってるから、うんうんうん、俺家まで来て怒鳴り込んでくれたみたい。うん、へえ。あんたたちはまさきをどうしようとしてるんだ、うん。あれだけ美術にかけてたのにってことを、どうやら言ってくれたらしくて。へえ。それはもうずっと後、数年前に聞いたことだから。あ、じゃあ知らなかった。じゃあ、小原先生も俺が言ったぞも、うん、ってか、うん、その、卒業してからも交流はあったの、うん、なかった。あ、ありましたよ。あ、うん、あれはありましたけども、うん、それも後から出てくるんですけど、うんうん、先生は病気されたので、でも、本当、そういった意味では、実は、先生は僕のことをずっと気にしてて、うん、そして辞めたって言ったけど、うん、やっぱりずっと気にしてて、うん、やっぱ美術をもう一回やらせたらどうだっていうところで、親もそこで、うん、あの腹をくくって、うんうん、急に俺に優しく、うんうん、好きなことをやればっていう言葉とともに僕は許されるんです美術でここからじゃあ行ったのかというのをじゃあちょっと次回ですがすごい先気になりますけれども、うんうんうん東京に行くんです僕は。さあどうなるかはこの続きはまた次回ということでございます。
さあ、ということで次回はその東京に行った蔡さんがどうなるのか、この続きをお話し聞いていきたいと思います。